高野義明は、日本のコンサルタント。株式会社テムズの代表取締役、グロカル、CM 研究所の所長。日本広告学会生会員。日本広報協会広報アドバイザー。長野県小室市地域振興アドバイザー。長野県小室市に生まれる。長野県野沢北高等学校卒業後、電気、通信大学電気通信学部経営工学科にて、マーケティング。 経営学、統計を学ぶ。株式会社アインドエス入社。ストラテジックマーケティングプランナーとして、各種クライアントのテレビ CM などコミュニケーションにおけるマーケティング戦略を策定。また、新規事業部、情報センターに参画し、設立、計画と運営展開を担当する。その後、 株式会社 I&S に食卓社員として在籍しながら1990年に有限会社、高野エポックマーケティングシステムを設立。化粧品会社、通信会社のテレビ CM を中心とした広告計画メソッド策定、広告効果システム開発などを提案、構築。秀逸なローカル CM、地方 PR 動画を紹介するウェブサイト、グロカル、 CM 研究所を2015年に設立。同研究所長に就任。株式会社テムズが2020年4月から展開しているマーケティング指南シリーズ動画、新家大野さんのマーケティング相談所では、マーケティングディレクター曲げたとして出演及び各登場キャラクターの声も担当している。ありがとうございます。